え、寝てる目の前で。ちょっとなんか歯が痛くてね、歯医者行ってきた。親知らずが炎症を起こしてるって。うん、カンダーバーさん、講義ありがとう。届いてない。多分。タコハイめっちゃ美味しいじゃん。はーい。ありがとうね、ハートミ。あやねちゃん、講義ありがとう。ありがとう。レントゲン撮ったからネックレス外してたんだった。そういえば。ありがとうね。歯医者行ってきた。親知らずがね、ちょっと腫れてんだよ、ほっぺたも。ちょっとご飯食べて購入品紹介。つまんないかもだけど、いろいろね届いたんで、もう飾っちゃったもん、開けちゃったし。こういう鏡とか、ありがとう、ハートミー、助かります。朝ごはんはこれでした。皮むきりんご。今からはゆで卵2つと、昨日のなんだこれ、プルコギチヂミと白菜のやつ食べる。ゆで卵ダイエットしようと思って。ありがとう、陽気ピピ。四季さんとこ届いたかな、ゲームとか。ミヤクママありがとう、83歳、ありがとうございます。ゆで卵何個でも食べていいよ。タンパク質ね、ゆで卵作ってたうち。ハートミーユーさん、ありがとう。せいちゃん、こんにちは。ストロングやめたからね。うん、ありがとう。僕ピエだからね。さん、前歯まだ仮歯。以上。あ、ありがとね。熱いの出来たてだから。あたろう、金さん。
けた。待ってました、ちづりちゃん。あっつい、ゆで卵。あつあつあつい。なんか恋愛したいね。みんな恋愛して、あ、ありがとう。ちなちゃん、ハートミーじゃない。コーギーありがとう。恋愛してるみんな。ゆで卵ね、いいよ、ダイエットに。うち糖質制限してるとき、毎日食べた5個ぐらい。ゆで卵とブロッコリー。ってことで、ゆで卵食べよう。いただきます。うん。おいしい。フォートナイト配信みたい。得意料理はないわ。多分小学生でもできるもんね、ゆで卵。あきちゃん講義ありがとう。何もつけない。あきちゃんやりたい。歯が痛くてね、口がね、開かないの。ありがとう。ブロックした。だってしょうがないじゃん、他無音だからさ、咀嚼音が聞こえたりさ。うさぎさん、講義ありがとう。ありがとう。昨日の2つの焼きそばちょっとあんまり記憶がない。エルは寝てるよ。ほら見て、エミエミエル。エミとエルで間違えて、もう一つ E があるんだよ。ほら、あの玄関に飾ろうと思って。ミルクック覚えてる？ミルクックとアンパン。エミタロの E です。どこで買ったの？アマゾン。甘ギフが残ってたからね、お買い物させていただいてた。ハートミーありがとう。
まきちゃんおはよう。ハッテミありがとね。かかりつけの病院があるんだけど、睡眠薬とかもらってる。そこも行きたかったんだけど、眠剤とかないからさ。もう昼の部が3時半からって書いてあった。今日は5時に起きて、うん、6時ぐらいから TikTok やってね。で1時間もせんうちに切って、さまよい刃ドラマなんだけど、うちあれと思ったんだよ、映画と思ったらドラマなんだね、さまよい刃。まんまキャストも豪華だしやっぱドラマなだけちょっと無駄な時間が長いけど、まあ、そこは飛ばし飛ばし見て、まあ2話目かな。早起きだって仕方ないもんね、赤ちゃんの泣き声で。夕方のが空いてる、行きたいなと思ってる今日。まあゆっくり寝れた。うん、いや別に毎日飲むわけじゃないんだけど、あった方が安心じゃん。もしさ、ね、寝つきが悪い時に飲めるから。毎日服用するとかじゃなくて、プルコギのビビンバじゃない、チヂミなんでビビンバなんだよ、チヂミ。うん、 S さんハンドハートありがとう、ありがとう。うん、いちごさん講義ありがとう。やすやさんおはよう、ありがとう。地中華も好きだし、韓国料理も大好き。やっぱアジアっていいよね。タイのご飯も美味しいしね。ハテミありがとう。アンさんこんにちは。アンさんありがとう。産後ダイエット、離婚ダイエットしてた。離婚したらマジで食欲なくなる。ヤンニョムチキンね、うん、アスパラのお箸。なんかね、辛かったのかな、うん、しかも赤ちゃんは小さいしね。ありがとう。マキちゃん、ハッテミありがとう。ね、キンさん。はい、大丈夫。今痛み止め飲んだから。2470円の出費でした。うん、エリちゃんありがとう
ありがとう。いつもありがとう。うん。親知らずが痛くて、ここ腫れてるから行ってきた。で、腫れが引いて痛みがなくなったら抜歯。うん。エル寝てるよ。こっちはないんだよ、親知らずも取ってるから。ありがとう、七瀬さん、講義ありがとう、ありがとうございます。十字の枠に見たらコメントしてたのには笑えた。いや、なんか押してみたんだよ、したら見れたから、はぁみたいな。なんかサブアカなんでしょあれ。なんかもうコメントするよね、キモーとか言って。よいくいくれたら優しくしちゃってもいいけどね。それのやつはもう完全に敵、マジで。キズちゃんありがとう、バキューン。ってことで一服したらあれしよう、他のアルファベット気になる。ね、これ余ったんで間違えて2個買っちゃって、これいいね、みんなから見たらこうなのかな、これいい。で、エミとエルっていうのを3つずつ買ったの。これはちょっと間違えて買っちゃったからどっか飾る。で、それが養育費いらないって言ったんじゃないの。いや、欲しいよそりゃ。あんた庭か、うちが金に困ってること知らないんだね。これほら、エル、エルでしょ。こっちはここら辺新野鳥がいて、眉毛のゴフがあって、こっちエミ。エミとエル、グリとグラみたいな感じ。OK？ エミとエル。こんな感じです。よくない？ここ自分の大好きスペースにしたいの。大好きなものを、なんかすごい本に書いてあったんだよ。自分の場所に、なんかとても、何、思い入れのあるブースを作るみたいな。するとなんか自然と心が明るくなるらしい。これはね、余ったから。何回言うね。そうそう、ダイソーに売っておらしいね。またあと、なぜか知らないけど単四電池をこんなに買っちゃったっていう。あとこれ鏡、今ねあれしてんだけど、なんかつかないよね。なんでやろ、なんでつかんないの、ここ。なんでだと思う。あ、わかった、これだ、ここに入れなきゃ。なるほどね、だからうちこれ買ったんだ。あったあった、ここ充電式プラス、これアマゾンで買った。後ろにスイッチないよ。スイッチはだからさっきのあそこじゃん、あの電源マークじゃん。そういうことね。なんで笑ってるの。離婚して3年間養育費請求できる。え、じゃあ請求していいですか、今ここで。先生、
私たちエミ太郎一族は、ゴルゴファミリーを改善していくためお金が必要 なのですけど、お金ないんでゴルゴさんに請求します。言っといて。じゃあみんな連絡取れないからさ、いいやろ。なんか女とおるんやろ、ずっと。女に金出す暇あったらお前の種ベイベーに払ってくれてもええやん。自分にしなきゃ。何そんな厳しくすんの、うちに。お前がしろ一番。めっちゃめんどくさいこれ。なんやねんこれ。待って。できた。待って。お、ついた。ついたぞ。わーい。これこれ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 。いいね。いい感じ。いいねいいね。これ買ったの。三面鏡みたいな。ここね、うち、あの、なんだっけこれ、鏡台はあるんだけど、ドレッサー、ドレッサーっていうっけこれ、あるけど配信ここでするから、ここでする時の鏡が欲しかったの。嬉しい。次、広角レンズですね。私が使ってるのこれ、超広角、1600円ぐらいかな、これ。これです。いつもふわっちの頃からつけてるやつはこんな感じ。うん。ってことで、つけながらね、これをいきますよ。あとは、これ。これ。はつみありがとう。これ、これ。おぉ。いきますよ、なんでしょう。セリア行ってない、今日行きたいって言ったけどね。これです。レンズ、レンズじゃない、ライト。おお、すごいすごい、これすごい。おお、すごいすごい、ここにつけれた。閲覧見えないけど、あ、見えるわ。すごいすごいすごい、これこれ、これが欲しかった。あの3新やつもつけてるからね、四角いやつだけど。これこれ。で、充電式。いいよね。これのさ、これのここの意味がわからんよね。これのこれの意味。何がしたいんって感じ。めっちゃ見やすい。すごくない？これ。なんかベストセラーかなんかだったね。うん。充電、鏡のライト。だから、あ、充電でも使えて、2way いけるってこと？
ライトの充電。そういうことね。そんな感じで終わりです。こうね、大して面白くなかったでしょ。もう開けちゃったからね、待ちきれなくて。で、せっかくなんで化粧品したりしようね。化粧初回ありがとう。ストロング飲みたい。なんかめっちゃ鬱っぽくなってる今日。本当に歯も痛かったしね。ちょっと持って行ってくるわ、食器とかね。どうしたの？どうしたの？呼んだ？よいしょ。ありがとう。雪だるまスーパードッグコーギー2つ飛んだで、ありがとうございます。花さんありがとう。コーギー、おー、花さんありがとう。嘘でしょ、すごい、ありがとう。特命大魔王来てるわ。なんなん、花さんめっちゃありがとう。大好き、ありがとう。ラブラブ、ありがとう。ハートめくれてる方もありがとう。ちょっとやっぱ見づらいね、この明るいやつ。映りは良くなるかもしれんけど。何そんなことあるんですかって。ありがとう。通知も見えづらいしね。どうしたらいいのかな。こんな感じ。歯が痛いの大丈夫、今痛み止めなんだから。ありがとう。育てて頑張ってくださいって、ありがとうね。うん、ハートミーありがとうございます。今日はお仕事絶対出なきゃいけない。今日ボタンさんありがとう。ハンドハートボタンさん。
氷を入れてくるね。昨日のカラオケ最高だった。よかった。面白かった。寒い寒い。ちょっと待てよ。今日ね、ちょっとうちコンディションが悪い。すいませんね。もう面白い配信じゃないかも。はいよー、ボタンさん。タロット占いさん、ありがとう、フォロー尊敬します。本当にありがとう、ボタンさん。何飲んでるの？何だと思う？酒。くみちゃん、ありがとう。ストロングじゃないよ。りなくんママ、講義ありがとう。ありがとう。ストロングだと思う。正解は氷結ストロング一本だけよかろう。テンション上がりたいもん。もうすごい、ずっともう寝返り打ってる。 ありがとう、ハッピーさん。コーギーありがとう。クソ感じる。ええやん、もう一本ぐらい。うちの勝手やん。君たちに関係ないんだよ。うちが何を飲もうが、何を摂取しようがね、何を放出しようがね、あなたたちに何の関係もありませんだろ。疲れてる。ちょっと四季さん届いたかな、あれ、精密機器。関係なくない？だって例えばさ、このキャオピオちゃんって子がさ、なんか知ってようがさ、うちは知らんもん。肌が綺麗だけどお手入れ教えて。メナードの化粧水塗って、シロジュンっていう化粧水の乳液塗ってる。でたまになんかヒルロイドみたいな、なんか皮膚保湿剤、病院からもらったやつを塗ったりしてる。送った今日のね、朝着。あ、不在表届いてた？ならもう大丈夫だね。あ、不在、あ、そっか、ピンクハウスにいるから。で、なんか占いの本があるんだよ、2024年の。あと1冊あるんだけど、それも入れた。よかったら読んでください。で、そういうの好きでしょ、好きさ。ゲッターズイだとか、いろんなの書いてあるやつね、雑誌で。もう1冊あるけど、うちが読まないかんから、読んだらまた送ろうか。ブーン、見る、みんな L を。L？ はい、何？そう、最近ね、寝返りした状態でうつ伏せでめっちゃ喋るようになった。
上手でしょ、願い。前に進めそう。それがズリハイか。ほふく前進みたいな感じ？人間でいう。どうだろうね、美人さんなのかね。わからないよね、うちも初めての赤ちゃんやけんね。どういう顔になるか想像つかんけど。まんまって言ったりするよ。うまって、ほら、うんま、うんま、うんまって言うけん。まんま、まんまって言うときもある。うんま、うんま。ね、エル。ほら、あうんまって言うて。ほら、うんま、うんま。なんかね、こうやってね、何もないところをね、ありがとうってキャップかぶって。何もないところを昨日ぐらいに、なっちりちゃん講義ありがとうありがとうありがとう、あのタマとエルが同じとこ見とって、壁かなんかなんかおるんかいなと思っちゃった2日ぐらい前。うれしいな、ゴロンもらっちゃった、ありがとう、ラブさんありがとう。ありがとう。子供だけ映っといて大丈夫なんかね、これバンにならん。タイミング、なっちずさんありがとう、ちずるさん、うさみみありがとう。あ、ちゃんと反映されてる。あららら、らまあ、そんな感じですね。ハトミありがとう。こんにちは。おいで。おいで、まる。おいで。まる、カーテン閉めよう。窓から冷気が、
よいしょ。寒い、舌が。かわいい、エルちゃん。ありがとう。マジで元気出ない。雪降ってないと思うよ。うん。うちのメイクボックス、シュウエムラだったっけ、これなんかもらったんだよね、お母さんから。シュウエムラのこういうやつに入れて、あ、可愛いって、ありがとうございます。皆さん可愛がってくれて嬉しい。新野鳥、新野鳥が来た。毛が生えるの早い。新野鳥ありがとう、来てくれて。盛り上がる、みんな蝶って言って。新野鳥好きな人盛り上がる、みんな蝶って言って。新野鳥好きな人蝶。コーギーありがとう、姉ちゃんありがとう。新野鳥が好きだよって人は蝶って言ってあげて。蝶蝶蝶喜ぶからね。みんな好きでしょ。うちも好きだからね、新野鳥。嫌いな時もあるけど、まあ基本的に好きだからね。嬉しい、ちょっと元気出たかも少しだけ。あーねちゃん、コーギーありがとう。コーギーよかったら集めてるんで、あの、あげるよって方はよろしくお願いします。ほら、新野鳥ファンの人もね、いっぱい見てくれてるから、ありがとう。それは毛が生えるのが早いね。今日ね、あの、しんやちゃんのあれ渡してきたよ。渡してきたじゃない、送ったよ。最近お仕事頑張ってるみたいな。ありがとう。しきさんにね、送ったんだよ、荷物。送ったよ。ごめんね、直接私行けんで。しきさんのご要望によって、あの、送らせてもらった。多分ほら、はっくんが学校復帰したから忙しいんだろうね。昨日届いてる。あ、本当？そうなんだ。今日の予定やったけどね。同じ福岡県だから早かったんかな。うち指定にしたんだけどね、今日の午前って。あ、クロロちゃん、なんかスキーに行くの？あ、違う、見たらなんか神様あゆみさんって人と一緒に行ったね。ザッキーと一緒に。いや、ゆちゃんね、あの、可愛い子ね、子供みたいな。よろしく伝えとるけど、なんか似てるって言われるんだよ、あくび。アッシャン、コーギーありがとう。ここだと安心なの。みんなも見てくれてるし、赤ちゃんここでガードもできるでしょ。うん、つぶせが好きなんだよ、ディナちゃんの。元なんのルイージ永久バンです。いや、永久バンじゃないよ。なんか3個目のアカウントでしとるらしいよ。いや、聞いた時は嬉しかったね、ざまーって思った。ぶっちゃけマジで笑った。ザマーでしかなかった。おー、ちゃみちゃんありがとう。いつもありがとうね、ありがとう。ごめん、フォロワーしてなかった、ごめんね。早くエミヤッチョ見たい。次は新ヤッチョが来てほしいね。ここにまだ泊まればいい、2泊ぐらい。うん、
めっちゃ笑ってた、切り抜き見た。抜いてない、腫れて炎症起こしとるけんまだ抜けないって言われた。次は木曜日の、りさちゃん講義ありがとう、木曜日の11時半、来週かな。いや、いつだろう、18って言ってた。え、もうあさってじゃん。あさってかよ。はいって言ったけど、18日あさってじゃん。そう、耳がおかしいのと同じ方。歯医者高いの、せっかく今日1枚下ろしたのにさ、4000円しかないもん今。ありがとう、あきさん講義ありがとう、ありがとうございます。あのフォロバーさせてもらいました、ありがとう。画像診断が、あ、レントゲンだ、高かったの。レントゲン代が画像診断って書いてあるから、初最新量が264点、医学管理等が90点、投薬が68点で、画像診断が402点だから多分レントゲン代だね。なんかレントゲン撮ったんだよ、こう紙みたいなのか挟んで、なんかウィーンウィーンってこううちの顔の周りもあるのYGTP 数値、何それ、こんなのあるの、書いてないよな。もうありがとう、あきちゃん講義ありがとう。